駅宇陀寺室生に着きました。駐車場はざっと、今日は平日なのでこんな感じ、空いてます。そして郵便ポストとお手洗い、自動販売機です。川がちょっと増水してますね。で、ちょっと今日は目に濡れてるけど、あんまり人が使ってない感じのテーブルセットも一応置いてあります。野菜と花の直売所、木漏れ日市。なんだか気になるお店を発見。なんだ、超低カロリー大麦ご飯お弁当、何を食べても美味しい、登録商標銭の花、豆ご飯弁当、これぞ草もつ、すごいな。このオブジェ、マイスカイホール天を覗く穴、地上への瞑想、瞑想。Thank you.
道の駅から車で5分もかからないところに海神社、海神社というちょっと気になる名前の神社があったので行ってみます。
川の音に癒されますね。